あちんちへこそ、どまちです。よろしくお願いします。ということで、みそきん、手に入んねえ。はい。みそきんが、手に入んないんです。ヒカキンさんが出したね、カップ麺、あるじゃないですか。みそきん。まあ、YouTube 見てる人ならね、もう誰しもがちょっと耳にしたことあるんじゃないかぐらいの今、反響がありますけれども、どこ行っても売り切れ。売り切れなのかな？まだ、並べてないのかな？いや、でももう昼だよ。当日の、販売日の。並ぶよね。もう、ツイッター見たらもう買ったよっていう人いたんですよ。なんなら昨日の深夜、てか発売日の深夜1時ぐらいからコンビニ10軒もあったんです、セブン。で、その時なかったの、1個も。で、その時は、まあ、まだ入荷っていうか並べてないだけかなと思って、で、昼頃にもう1回10店舗ぐらいね、セブンイレブン回ったんですよ。もう、棚に、味噌菌みたいなのが、ポップがあるんですけど、全部空、棚が。かーっと思って、どうしようかなと思ったんで、おしゃれなパスタ作ります。はい。味噌ラーメンに対抗するなら、おしゃれなパスタ。はい。ということで、おしゃれなパスタ作ります。はい。よーし。ということで、本日は、やっぱり、みんなの、パスタを作るときってさ、やっぱ、ちょっとおしゃれに見せたいよねっていう気持ちがあると思うんですよ。今回はもう、シンプル。使うのは、具材こんな感じです。アボカドとパスタと生ハム。この3つ。で、アボカドソースパスタ作っていこうと思います。はい、じゃあ先にね、アボカドさんをね、切っていきます。まあ、これをね、作るときは、だいたいなんだろう、アボカドとかがさ、買って結構全部使わなかったりして余ったりとか、まあするときってあると思うんですよ。まあちょっと熟してきてさ、わーどうしよう、これもうふにゃふにゃになっちゃったな、なんか生で食うのもなーっていう時とかに作るといいんじゃないかなっていうやつですね。もうめっちゃ簡単です。てか具材はぶっちゃけ何でもいい。生ハムがおしゃれかなと思って生ハムにしただけなんで、まあ、皆さん特に気にせず、よいしょ。はい、栄養価満点、これ食っときゃ間違いないでしょ。フードアボカド、どんな効果があるかはテロップでご覧ください。このさ、でっけえ種あるけどさ、こっから日本でアボカドを育てることは可能なんでしょうか。絶対なんか温室みたいなのさ作んないと無理だよね。俺何気にアボカドさ、いつもルン君がよく使うけど、俺が使うことって多分ほとんどないよね。久々じゃないか。あお、もうちょっと多分熟してるやつとかだと剥がしやすいんかな。よし。はい、アボカドはね、もう本当に細かく切ります。結構硬いな、このアボカド。もっと多分ね、熟してるやつの方がね、いいと思うんですよね。作るなら。ちょっとやっぱ、冷蔵庫で1週間ぐらい放置しとかないといけないな。いや、でもさ、マジで味噌菌売ってなくてショックなんだけど。俺、ポケモンカードをさ、コンビニに買いに行く時以上にの気合で行ってたよ。行ってたのにさ、マジで1店舗もない。あと多分子供に言われて、買ってきてって言われたのか、そのお母さんっぽい方々が結構ね、探してたりして、うわぁ、やっぱすごいなと思ったね。はい、ではね、アボカドを炒めていきまーす。オリーブオイルを敷いて、軽く炒める。ちょっと火をね、入れて柔らかくして。はい、そしたらね、ここに牛乳 100cc 入れて煮込みます。これでアボカドをしっかり潰しながらソースにしていくんだけど、果たして潰せるのでしょうか。ではその間に、はい、お塩ひとつまみ。完璧。これ一発で 100g 測れたんだけど、俺天才じゃない？一発で 100g ぴったりだった。はい、100g ぐらいのパスタ。ちょっと太めの 1.7 ミリのやつ使ってます。いきます。パカーン。はい、じゃあ麺茹でまーす。これがだいたい8分から9分。で、あとは、とにかくアボカドを潰す。アボカドという存在をこの世から駆逐するかのごとく。で、ここに、コンソメ、小さじ1か2分の1ぐらい。で、さらに、これを、どんどんかき混ぜて、いく。弱火で。もう、とろ火です、これ。うん、いい感じじゃない？これで、粗熱を取ったら、アボカドソース完成でーす。生ハムを用意しておきまーす。もう、乗せるだけだけどね。生ハムは、ちょっと適当な大きさに、ちぎっといてね。
上に乗せちゃいましょう、後で。食べやすい大きさに切っとく。いい感じ。では、スープとまず、ソースとね、混ぜ合わせまーす。よいしょ。あー、めっちゃ落ちた、最悪。あー、めっちゃ落ちる、なんだこれ。一回洗い洗い、お湯で洗い。バレないバレない。で、これで、ソースと混ぜ合わせます。これ、冷製パスタでも、めちゃめちゃ美味しいんで、良きかなと。軽くオリーブオイルかけて。麺が固まらないように。よいしょ。これ大丈夫なんでしょうか。ちょっと心配です。なんかもっと俺の予想だとさ、真緑になる感じのイメージだったんですけど、案外だったな。よし、絡めたら、これ、盛り付けまーす。怖いよ。よし、ここに、まあ、大体生ハム盛ったら綺麗に、なんかおしゃれになるだろ。俺だっておしゃれなパスタ作りたいんだ。で、胡椒かけて、はあ、おしゃれに見えるこれ。大丈夫？はい、ということで完成しました。生ハムアボカドソースパスタ。ダダーン。見えるこれ、おしゃれに。おしゃれに見えますか？見えたら嬉しい。卵黄乗っけてもね、いいらしいですよ。卵黄乗っけてみようかな。なんか余計なことするとすぐな、映え悪くなるけど。では、いただきたいと思います。よっしゃ。それでは、いただきまーす。美味しそう。久々になんか家で作ったパスタをさ、こうフォークで食べるわ。あー、めっちゃ、こんなに拾いたくないでごわす。こんな感じですね。いい感じにソースが絡みついています。あー、すごいことになってる。101匹ワンちゃんのパスタみたいになってる。いただきます。うん、めっちゃうまい。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまいわ。なんかやっぱソース単体で感じた味と全然違うね。なんかあのパスタの茹で汁に使ったあの塩っ気と合わさって、なんかすっごいね、ソースが花開く感じ。そしてこの生ハム、うまっ。このソース単体だと、まあ、あのコンソメとアボカドと牛乳しか使ってないじゃん。で、塩っ気があんまりなかったんですよね。で、ちょっと味気ないかなと思ったんですけど、このパスタとさ、この生ハムの塩気をちょっとだけなんだけど足すことで、なんかすごいね、甘みと旨みがぐわってこう引き立たされるような感じで、非常に美味でございます。このアボカドソースも、まあアボカドでね、濃厚なんだけど、すごいなんかそんなくどい感じのね、油じゃなくてアボカドって感じのいい油感。うまっ。これは素晴らしい。これ牛乳の代わりに生クリームとかでやったらとんでもないことになるかな。ちょっと旨味爆発しすぎてやばいかな、さすがに。はい、ということで今回はちょっと味噌菌が手に入んなくて、なんか自暴自棄になってたんで、こちらのちょっとアボカドのちょっとおしゃれ風なパスタを作らせていただきました。最近パスタが全然食べてなくて、なんかお弁当ね、よく作ったりしてるんですけど、米が多かったんで、あ、パスタ最近食ってねえなーと思ってね、はい、ちょっとおしゃれなパスタを作らせていただきました。はい、非常に、まあ、シンプルなんですけど、まあ、若干時間かかるかな。でもまあパスタ茹でてる間にもうソースも作っちゃってって多分できると思うんで、はい、まあ、意外と作りやすいのかなっていう気はするので、もしなんかアボカドとかで使ってて余ったなとかなったら、ちょっと作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の動画でございました。ちょっと僕はこれからまた味噌菌探しの旅に、出たいと思います。はい。皆さんは買えましたか？はい、よかったら感想ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。